ははい皆さんこんこにちは先日発表しましたチャット g p t の GPT 図台本作成パートナーというのがあるんですけれどもこれが早速ですねバージョンアップしまして複数人の話者で台本を書いてくれるというようなアップデートにしました。分かれたものをブリューうにする方法 というのをお話ししていこうと思いますでは早速やっていきましょうまず今回は企画を考えました3人の友達がお菓子の会話をする動画こんなのを作るということにしますその3人はチョコレート好きな男の子とバナナが好きな女の子ケーキが好きな女の子3人がそれぞれの好きな理由でトークをする動画 分かりやすくて簡単なものをご準備しました。前回の動画では最新の AI 検索「GENSPARK」スパークというのを使って今のような簡単なお遊びのような話じゃなくって何かの解説動画とかを作る時は今メモ帳で見せましたようなプラン自身をもう少ししっかり考えないといけません。例えば、 飲飲みみにくい薬の飲み方そういうような動画を作るとしたらですねここでそのように検索をしてですね作るというのは前回の動画でお話しした通りですこんな風に検索をしましてするとこのように過剰きのように水分を十分にとるとか服薬デリーやオブラートの使用こんな風に出てきますよね。これを先ほどの チョコレートが好きな男の子、バナナが好きな女の子というふうなものと置き換えてもう少し高度な動画の時はこのジェンスパーク無料の検索 AI を使えば台本の企画の部分ですねそれができるというお話でしたが今日は先ほども見せましたこういう程度でしたら皆さんもちょこちょこっと タイピングしましてですね、自分のやりたいことというのを打ってください。その後は、僕が開発しましたこの台本作成パートナー、これで進めていただきます。台本作成スタートというのを押します。はい、どんな動画を作りたいですかということでしたので、先ほどのメモからプロンプトを貼り付けます。3人の友達がお菓子の会話をする動画 ということで送ります。はい。動画の概略を教えてください。ということになりましたので、ここで先ほどの企画を貼り付けます。はい。少しですね、ここに追加の言葉を入れたりするのもいいと思います。例えば、少しヒートアップして会話するような口調でというような追加の説明を入れてください。そして送信します。 何分ほどの動画に仕上げたいですか今回はサンプルですので3分ぐらいとしておきましょう。はい。掛け合いのナレーションは何人でしますか ?3 人ですね。シナリオのセクション名も入れますかこれは会話ですので、間でセクションがない方がいいし、もしどうしても欲しかったらですね、ブリューに行ってから追加するというのもできますので、ここでは入れないという風うにします。 話し口調はどうしますか関西弁とかもできますけれども標準語でやりますはいこのように掛け合いで話が進みますこんな感じで誕生日だけのためにケーキチョコレートはいつでも食べれるしサイズもいろいろあるんだよみたいな感じでですねここでのキーポイントは先頭のところに とかいいう風になっているところですこれには理由がありましてブリューに行った時にどれが1番でどれが2番でどれが3番かというのが分からなくならないようにこのような1というのをしてるんですがこの1には秘密がありましてブリューではこの1とか2とかいうのは発音しないようになってるんですね。 だからこれはあっても大丈夫なんですそうしましてこのソフトは前回も説明しましたように追加項目というのができるようになっていましてここで「次」というふうにすると今度出来上がった時にアップロードをしたりする時のタイトルとかですねそういうのを考えてくれます。タイトルはつの候補で 考えてくれます。そして次に進みますということで OK とかそうしましたら YouTube の説明欄に書くところですね。それを書いてくれました。そして、まあ、一応英語の方も作ってくれています。そしてキーワードのタグですね。これも YouTube をアップするときに重要な項目ですけれどもこれも書いてくれました。その他にですね サムネイルというのも書いてくれますので、アニメっぽく書いてもらいましょう。2番を押します。はい。なかなかいい感じに書いてくれましたね。これが僕の開発した GPT 図。それの工程はここまでです。じゃあ、先ほどのナレーションをコピーしてブリューに貼り付けましょう。はい。ここから上ですね。選択をします。そして、 右クリックをしてコピーをしてくださいブリューの画面に行きます左上の新規で作成を押しますテキストから動画作成を選択してください YouTube16 対9でやりたいと思いますそうしましてスタイルなしでもいいですし隣の情報提供動画スタイルでもいいと思います今回はスタイルなしで始めます次へ はい、そこで動画のテーマを入れます何を入れてもいいですはいお菓子としておきましょうそして下の台本のところに貼り付けをしますはい、このように貼り付きましたそして基本になる1番の人の音声を決めたいと思いますこの女性にの声を聞いてみましょう簡単で便利な動画編集フルーと一緒ならできますちょっと元気がないですね 簡単で便利な動画編集、ブルーと一緒ならできます。じゃあ、これでやりたいと思います。これは自分の好みでいいと思います。そして、確認というのを押します。画像ビデオは一応つけるというふうにしておきましょう。ビデオもチェック入れて、今回は BGM は抜きます。完了を押します。もう一度、完了を押してください。はい、ここでナレーションとか画像、 動画なんかを構築してくれます。はい。こんな風になりました。まあ今日はですね、この画像がいいかとか悪いかとか、差し替えるとか差し替えないというのはちょっと置いておきます。3人の和車でできるというところに注目いただきます。この一つ目のクリップを見てください。字幕のところには、1、ねえ、やっぱりお菓子といえばとなってますが、 上を見てください。発音はしていないということなんですね。え聞いてみるとわかります。ねえ、やっぱりお菓子といえばチョコレートでしょう。甘さとほろ苦さのバランスが絶妙だし。このように1とかいうのは読まないですから、今は目安だけのため、そういうふうにしたわけです。では、2のところを全部チェックを入れていきます。こういう時は、コントロールキーを押しながら、 こうやってですね、次の3とかが出てくるまでこのようにして2を探します。はい。これで2のところを全部選択できました。そうしまして、ここにフローティングになっています。音声修正。これを押します。男の子にします。ちょっと先ほどのチョコレートが好きな男の子だったのにですね、少しおかしいですが、 えー、そこはご勘弁ください。じゃあ、今度は男の子。簡単で便利な動画編集、ブルーと一緒ならできます。はい。じゃあ、これを使いましょう。しばらく経つと置き換えをしてくれます。はい。右下の方で置き換えが始まってますよね。はい。今度は3をチェックしていきます。 コントロールを押しながら、Mac の場合はコマンドですね。それを押しながらチェックすることを忘れないでください。はい。これで3番の和射を選びました。先ほどと同じように置き換えをしましょう。はい。今度はまた女の子にしましょう。簡単で便利な動画編集。ウるっと一緒ならできます。はい。じゃあこれを選択します。はい。 切り替わりました。これで声は変わったわけです。ここからです。ブリューの使い方で深く勉強していない人は、これからやることは新しいことだと思います。まずはこんな内容ですので、文字は大きめの方がいいと思います。大きめの文字を選択しましょう。まだ大きくてもいいと思います。200。こんな感じにしましょう。大体いいこれでしたら、 文字が20文字ぐらいで分かれた方が1行になりやすい。それを考えてみましょう。はい。まずはここで全てを選択してください。Ctrl A ということですね。ここで自動クリップ分割というのがあるので、それを選びましょう。すると右側がこんな感じになります。全体クリップというのがありまして、 最大の文字数というのが出てきます。最大の文字数は20文字伝語にしておきましょう。そうしまして、ここで分割が意味と文字数というのがあります。今回は文字数という風うにします。ここで分割をします。文字数と言っても意味はある程度考えてくれます。こんな風になりました。次やることですけれども、1。 とか2とか3とかそういうのを消したいですよね字幕にそれがあったらおかしいですもしくはこれを名前にするという方法もありますまず編集のところからですね検索して編集というのがありますこのようにしましてここで丸 ① これを検索しますするとここに候補が出てきました ここで全体という風に選びます。そして選択した文字を置き換えというボタンを押します。するとこのような窓が出てきますので、ここで下は何も入れないで、そして選択した文字を置き換えという風にしてください。すると1というのが切れました。同じように2というのを選択しまして、全体3 これで、1、2、3という文字が消えました。まだあります。カッコとかというのがありますね。今見てください。ねえ、やっぱりおかしいとなってますよね。これが会話ということがわかっているので、カッコはいりません。ですから、カッコの左側。これを削除しましょう。全体、また押して削除。 今度は右側のカッコですね。はいこれで余計なゴミは消えました。今日はやりませんでしたけれどもちょっとブレイクタイムの間に文字の大きさやら色だけ再調整をしました。 それで少し見ていただきます。ただし画像は最初に入ったままあまり考えていませんのでそこはご了解ください。では見ていただきましょう。ねえ、やっぱりお菓子といえばチョコレートでしょう甘さとほろ苦さのバランスが絶妙だしどんな時でも食べたくなる。ええー。それってチョコレートが好きな人の意見だよね。私はバナナが一番甘さは自然だし。 ヘルシーだから毎日食べられるもん。いやいや、二人とも分かってない。ケーキこそが思考のお菓子でしょふわふわのスポンジにクリームがたっぷり。誕生日だって、特別な日は必ずケーキでお祝いするじゃん。誕生日だけのためにケーキチョコレートはいつでも食べられるし、サイズもいろいろあるんだよ。疲れた時に一口食べたら、元気が出るんだ。でも、チョコレートって食べすぎると、なんだか喉が渇かない バナナは水分たっぷりだから、一口で満足するの。しかも自然の甘さだから罪悪感ゼロ。バナナってお菓子っていうより、果物じゃん。ケーキは見た目も豪華だし、フルーツだって入れられるし、クリームも何種類も選べるのがいいでしょう。ホールで買って、みんなで分ける楽しさもある。でも、ケーキはそんなに頻繁に食べないでしょう。チョコレートは毎日食べられる。チョコレートがあれば、 どんなに疲れてても頑張れるんだ。毎日食べられるって、それこそ飽きちゃわないバナナなら飽きないし、食感も違うから満足感も抜群。お菓子だけど、ヘルシーなんだよ。毎日バナナって、なんかつまらなくない特別な日はケーキでしょ。お祝いとか、サプライズとか、ケーキの登場はいつもワクワクするんだよ。特別な日だけじゃなくて、普段からチョコレートを楽しむ方がいいじゃん。どんな気分の時でも、 チョコレートは味方してくれるんだいやいや普段からヘルシーに行くならやっぱりバナナでしょうんでもケーキが一番テンション上がるはいこんな感じになりましたこんな事例がいいかどうかわからないんですけれども例えばニュースを読むのを二人で読むとかそういうような動画もですねいろいろ使えると思います。今日のののポイントっていうのは編集の時に 丸10203なんかを一気に消してしまって鍵カ,カッコとかがあればそれも消してしまうその他には今ブレイクタイムの間に文字のカラーを入れたりあとは字幕の文字数を調整したりそういうこともできますし一番は AI 音声をまとめて選択して一気に音声を入れ替えるこんなやり方をご紹介しましたそれよりも何よりも GPTs が3人の話者で掛け合いを考えてくれるというのも便利でしたよね。何せ全部無料でできることなんで皆さんも一度試してみましょう。それではまたねー。